そこの奥方よ。ラインハルト様。私の聞くところによると、ナンジラには風呂上がりにもまだやることがあるそうだが、それはまことか？その通りなのです。お風呂から上がってもまだやらなくてはならないことがたくさんあるのですが、私もう全くやる気が起きなくて申し訳ございません。百戦して百勝というわけにもいくまい。いちいち陳謝は無用である。でも本当にやる気が起きなくて。案ずるな。そんな時にはアイスでリフレッシュするのが良いと聞くぞ。アイスですか？いかにもアイスだ。お呼びですか、ラインハルト様。ヒルヒアイス。アイスはアイスでも K のことではない。パピコアイスだ。まあ美味しそう。いただきます。なめらかなめらなめらかなめら。パピコの滑らかな食感が心と体の疲れを見事に打ち落とすのであった。風呂上がりのほてった体に冷たいパピコ、それが世にとっての正義というものだ。まさかパピコをそのように用いるとは。さすがはラインハルト様、私には到底及ばぬ考え、申し訳ありません。刑に罪はない。一度の疲れは2本のパピコで補えばよい。風呂上がりにパピコを二分した優香はついにリフレッシュした。それはもう一頑張りの始まりであった。次回、銀河英雄伝説、ヤン解体から出動、銀河の歴史がまた1ページ。